千葉県、香取市のぼっちぼっちは、収穫した落花生を乾燥させるために作られる、円筒状の塊。ぼっち、ぼっち積み、豆ぼっち、落花ぼっち、落花生ぼっちとも称する。落花生は、千葉県を代表する作物であり、秋の収穫期には畑に多くのぼっちが並び、特徴的な農業景観を作り上げる。ぼっちという言葉は、千葉県における、故障。 俗称であり、共通語では、のずみという。ぼっちを使った乾燥は、産地での長い栽培経験から生み出された、日本独自のものである。収穫を行ったばかりの落花生は、実の半分ほどお水分が占め、そのままでは腐ってしまう。落花生は掘り立ての状態で茹でて食べることもでき、美味とされるが、生の落花生は追立ちで、味や硬さが変化するので、 冷凍食品以外では、一般の流通に乗せることができず、通常は乾燥を行う必要がある。栽培面積が小さければ、収穫してすぐさやから実を取り出して、むしろに広げて干す、掛け干しにする、網袋に入れて、風通しの良いの木下などで吊るし干しにするという方法を取れるが、栽培面積が大きい場合は、労力や資材の面でこれらの方法を取ることは困難である。 そこでぼっちを作って干すという作業が行われる。ぼっちを作る前に、ちぼしと呼ばれる、予備乾燥を一週間ほど行う。ちぼしは、落花生を3から5株ほど束にし、鞘を上向きにして、畑で干すという作業である。鞘が乾燥したらひっくり返し、茎や葉を乾かす。ちぼしは腰を曲げて作業をするため、人手は多い方が良い。ちぼしをすることで全体の水分が低下し、 ぼっちを作ることができる。ただし、団地や早堀りの産地では、地干し後の気温、湿度がまだ高いため、ぼっち作りには不向きである。千葉県農業主権上の竹内茂之らの調査によると、晴天下での5から7日間の地干しにより茎や葉の水分は50%以下に、鞘実の水分は30%程度まで低下する。地干しをしっかり行わないと、 落花生にカビが生えてしまう。ぼっちを作る準備として、途中の水分が上がってくるのを防ぐため、畑にポリフィルムや稲藁麦わらを敷く。次に、ぼっちの土台となる落花生の株を鞘を上向きにして、敷き詰める。土台を強くするため、土台には多くの株を投入し、締め付けるようにする。その上に茎や葉の部分を外側、鞘を内側にして、 放射状に丸く積んでいく。積む時は通風を考慮し、隙間を作りながら軽く積むようにする。積む作業は2から3人で行うと効率が良い。ボッチの直径は1メートル程度、高さは1.5から1.8メートル程度となる。この大きさはボッチを運搬するのにちょうど良い溶石である。なお、ボッチは畑1あ r あたり4から5つ作れる。ボッチは 秋から冬にかけて吹く北寄りの季節風を受けて、ゆっくりと落花生を乾燥させる。乾燥期間は1ヶ月ほどで、その間に落花生の中のデンプンが糖に変化し、甘みが増し、渋みが抜けて、コクが出る。ビニールシートをかけたぼっちの冷ぼっちでの乾燥中に、カラスによる食害を受ける恐れがあり、ひどい場合はぼっちを破壊されてしまう。このため、 カラスの被害が大きい場合は、テグスを張ったり、ぼっちに網掛けするなどして、ぼっちを守る必要がある。ぼっちには雲や昆虫が寒さをしのぐために集まってくる。また途中で幸運に見舞われた場合、カビが生えて、鞘の表面に黒縁が出るなど、品質低下を招く。そこで、雨除けのために、稲わらの帽子やコモをぼっちのてっぺんにかける。 ビニールシートをかけると解説する文献もあるが、雨よけとして、ビニールシートを、ぼっちの上にかけてしまうと通気性が悪くなり、乾燥が不十分となり味が落ちる。千葉県農業試験場で、長年落下生を研究してきた高橋義雄は、ビニールシートをかけた、ぼっちが最近増えており、本来の効果を台無しにすると述べている。ビニールシートの上に、稲わらの帽子をかけても同じである。 また、景観の面からも見る人の評価を下げてしまう。ぼっちでの乾燥が終わることには、鞘の水分量は10%以下まで減少する。このため、ぼっちの高さは作った時から50センチメートルほど縮む。千ぼしとぼっちによる乾燥法が食味を良くすると指摘する資料は多いが、千葉県農林総合研究センターの研究チームは、ちぼを3日以上すれば、後の乾燥方法が、 鞘の中の実の成分に与える影響は小さく、機械や雨よけトンネルを使って乾燥させてもボッチを使った乾燥と同等の品質が得られるという研究成果を発表している。ただし機械乾燥を行うと燃油代がかかるという欠点がある。地域によってはボッチを作らずに地保しした落下生を脱げさやして業者へ引き渡し、機械乾燥させている。機械乾燥法は、 短時間で乾燥できるという利点があるが、人工的な熱風を送って乾燥させるため食味が落ち、甘みの少ない落花生になるほか、落花生に含まれる油の変質を早めるという欠点がある。ぼっちでの乾燥は日本特有で、例えばアルゼンチンの場合は収穫期の3月にほとんど雨が降らないため、ち干しのまま10日から2週間ほど干しておけば十分に水分が抜ける。 また、日本のように地干しで鞘を上向きにすることはなく、ディガーと呼ばれる、掘り取り機で自動的に株寄せする。落下生の乾燥が終わると、脱鞘作業のため、ぼっちを一箇所に集める。ぼっちの運搬には、リアカートラクター、高運機、軽トラックなどを用い、大きいため一つずつ運搬する。ぼっちの土台に棒を差し込んで傾けるとぼっちを、崩さずに、荷台に乗せられる。 集めた、ぼっちを崩して一株ごとに分解して、脱サ焼にかける。乾燥した、落花生は脆く、株は、脱サ焼の回転陣で粉砕され、その下にある、送風機で株と鞘に分離される。この際、粉砕された茎や葉が粉塵となり、鞘や根についた土が、土ぼこりとなって周囲に飛散するため、脱サ作業者は風上に立って、脱サ作業を行う。 脱鞘した鞘の乾燥が不十分だった場合は、さらに日光にさらして、水分を飛ばす。回収した鞘は麻袋に入れて出荷する。千葉県での出荷単位は1袋 30kg であり、ぼっち一つで、麻袋1袋半の落花生の鞘が得られる。残った株は大肥化して、畑に戻すのが一般的であるが、立ち枯れが発生した畑では次に、 落花生を栽培するときに同じ症状が出ないよう焼却処分する。伝統的な脱サ機は稲や麦用の脱穀機を地元の町工場が落花生用に改良したものであった。生産現場では運搬の手間を軽くするためトラクター用のリフターを使う農家が増えてきており、脱サ機をトラクターに装着して運搬作業そのものを省く場合もある。 しかし、脱鞘により土ぼこりや粉塵が飛散するのは、伝統的な脱鞘と変わりない。少量の場合は、脱鞘気を使わずに手作業で鞘を外す、棒で鞘を打ち落とす、はしごなどに打ち付けて、鞘を落とすこともできる。千葉県八幡市のぼっち下宇佐大地では、ぼっちが秋から初冬にかけての風物詩となっている。特に大きな落花生畑では、 生前とぼっちが並ぶ光景が見られる。観光地理学者の山村淳次ら、千葉県の郷土景観選定その観光的活用プロジェクト研究チームは、2009年に千葉県の郷土景観100を選定し、千葉市と八幡市の落花生ぼっち景観を選定した。山村は、千葉県の作物としての落花生の知名度の高さに、対して実際の生産。 収穫の様子があまり知られていないことを指摘し、ぼっちを見に来た訪問者に、現地での落花生の試食や販売が検討できると提案した。しかし、青いビニールシートをかぶせた、ぼっちは、郷土景観の評価を下げるので留意すべきとした。なお、千葉市は葉区の下田農業フあア館が落花生の収穫やぼっち作り体験を開催したことがある。ありがとうございます。